じゃあ M の方に入りたいと思います。主催シオピーさんの素敵なご紹介をいただきまして、もう恥ずかしいことはございません。私ども菅いざない連関東と申します。どうぞご声援よろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。拍手。私たちは土佐の高知で70年前に戦後の復興として始まったよさこいを源流として今日本全国で愛されているさまざまなよさこい、そのつながり、本当に家族ですね。この一つになったエネルギーがお祭りを通じていろいろな方と愛を分かち合う、そんな踊りの場になったらいいなと、ずっとずっと40年間土佐の高知を拠点にしまして全国各地の仲間と活動している団体です。今年の踊り、黄色、青、赤、紫と衣装を着てますけども、五竜という作品を踊っています。ちょうど先代の国友菅という女性が11年前に遺言として残した思いが形になったものです。国友菅は言ってました。踊りはいい世の中を作っていく、よさこいはいいよよこい、いいよさこいなんだ。そのような思いが日本全国で踊られていく中で心に残っていったのではないかと思います。よさこいにはたくさんの人が感動をシェアできる場があり、スペースがあり、そして思いの連鎖があると思っています。この秦野元気祭り、コロナ禍の中で祈りを込めて神様の懐に抱かれながらお祭りを行っていく、大変素晴らしいと思います。その思いに共感と敬意を持って菅いざない連五竜を踊らせていただきたいと思います。平和への祈りを込めて、全身全霊を込め、魂込めて踊らせていただきます。どうぞご声援よろしくお願い申し上げます。70年間続くよさこい祭り、敬意を持って鳴子踊りから、そして五竜2曲ご覧ください。
Oh!
心全霊込めて、太古の昔からお祭りで人々が真心を込め一つになった姿、それが私たちの生活につながっている、そう思ってるんです。この元気祭りの取り組みが後の世になった時に、神様と共に人々が笑顔で喜び合ったこの場が、エネルギーが明るい未来につながっていきますようにと、皆さんとご一緒に手と手を取り合ってやったんだと、きっと胸を張って言えると思います。菅井座内連関東でした。ありがとうございました。えい、はい、菅井座内連関東の皆さん、ありがとうございました。前のカメラマンさんね。